学生目線で制作した優れた企業紹介の動画を選ぶジョブワングランプリ。これは CBC テレビが名古屋に本社を置き、就職活動を支援する企業ジオコスと共同で企画したものです。完成披露試写会には動画を制作した20人の大学生と取材先の8つの企業が参加しました。学生たちは映像制作の担当者からノウハウを学んで制作した動画を披露。審査の結果、南山大学と名古屋学院大学のチームウィナーズの動画がグランプリに輝きました。素直に嬉しいです。働いている人たちの熱い気持ちっていうのを画面上で伝えられたらいいなと思ってやってきました。ジョブワングランプリの企業紹介動画は今月末から CBC テレビのホームページで見ることができます。